どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。連戦連勝が止まりません。やりすぎだよ兄様ということで、今日も、今日はですね、11月度デュエルキング達成したデッキご紹介していこうかなと思うんですけども、デッキ調整しようと思ってランク戦潜って、なんか調整段階でなんか12、3連勝ぐらいして、なんか一気にデュエルキングになっちゃったっていうね。キングになるとサレンダーが多いから、俺あんまし月末以外でキングにならないようにしてるんですけど、なんかね強すぎてなっちゃったっていう最後なんか先行展開してなんかターンエンドしたらサレンダーされちゃってねもうやばすぎるわこのデッキ。スキル、今回スキルがちょっとそのブラックフェザーと相性がいいスキルを発見しましてですね、アバヨっていうスキル皆さんご存知でしょうか。まあ、カリバももちろん強いんですけど、アバヨっていうスキルも結構選択肢入ってきそうな気がするんですよね。自分のフィールド上の元々の持ち主、が自分のモンスター1体を手札に戻せますよ。で、デュエル中に1回しか使えませんよっていう効果なんですけども、これね戻せると何が強いかっていう話なんですよ。ブラックフェザーの強いムーブって何か、シムーンなんですよ。まあ、このモンスター本当に考えたやつマジで頭いってるっていうこのモンスター考えたやつ頭ぶち飛んでるっていうね、話があるんですけども、モンスターがいない状態だったらデッキから旋風を置いて召喚できるよっていう、本当意味わからんモンスターじゃないですか。だからモンスターいっちゃダメなんですよフィールドに。でサーチはできるんじゃないですか。シムーンって1600打点なんで、旋風で例えば、まあ旋風発動してブラスト、旋風発動してクリス召喚すると出ますよね。出ますっていうか、サーチできますよねシムーンを。でモンスターがフィールドにいると、その場合、フィールドのモンスターを戻せばシムーンの効果使えるんですよ。だから旋風、シムーンっていうムーブがかなり安定するんですよね。でまあ、もちろんその場合って結局シムーンのコストにあるモンスターとレベル4の特殊召喚できるモンスターか、まあ、もしくはまあゲイルとかがいないといけないかなと思うんですけど、シムーンスタートがやりやすくなるんですよアバヨだと。これがすげえ強力で、ブラックフェザーモンスターの細かい効果とかシンクロモンスターの効果っていうのは昨日の動画でね、昨日の動画で9分私説明してるんで9分間喋り続けてるんで、解説そっち見ていただければ分かるかなと思うんですけども、強いんですよねそのムーブが。だから結局シムーンスターとかできる安くなるっていうのがすごい強いところのデッキのね。でだからそれをやりたいがためにブラストと、まあ、クリスを結構多めに、これ全部で6枚と旋風3枚入れてるっていう、まあ、初動重視みたいな感じですね。で、まあ、昨日言った通りもちろんジンね、ジンとオロシ、まあ、これはあった方がいい。ジン入れてる人はね分かりて、ジン入れてるのはなんでかっていうと、結局シムーンスタートからシンクロ2体並べられるんですよ。シンクロ7が2体並ぶんで、これマジで分かりて、ジン入れてる人は分かりて。でですね、もう一個最後にね、このデッキのね中核をなす非常に強力なトラップカードをご紹介しましょう。まあ、昨日も強いよって言ったんですけど、これね、ブラックバードクローズ、まあ、これがいわゆる百獣の王たるゆえんですね。ステリザー玉をたるゆえんカウンタートラップなんですけど、これね手札からね発動できるんですよ。自分のフィールド上のブラックフェザーモンスター、シンクロモンスターかブラックフェザードラゴンがいると手札から発動できるよっていうカウンタートラップなんで、相手のフィールド上のモンスターの効果、フィールドだから手札が墓地じゃダメなんだけど、フィールドのモンスターの効果、例えばアレイスターとかね、裏返るとか、ああいうフィールドで発動するようなモンスターの効果は無効にできます。無効にして、破壊できます。でその後ブラックフェザードラゴンをエクストラ的な特殊召喚できるとシンクロ必要なくて舞い上がれブラックフェザーができるんですよ。これねカウンタートラップなんでスペルスピード速いからいつでも使えるんですよ。リバース効果とかも無効にできるし、これめっちゃ強いです。手札から出せるカウンタートラップってもうパワーワードすごいでしょ。これがめっちゃ強いから、まあ、今日はこれを活躍させていきたいなと思ってます。ということで、早速、連戦、連勝が止まりません。ブラックフェザーデッキ、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、武藤よぎさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。
髪型ひとでもさんですね。本当にこいつの髪型はどうやって固めてんだ、どんな固め方してんだ、重力に逆らいすぎだろ重力という概念を無視しすぎ、弱っ、おい弱いぞ打天使、その点が弱くね。黒い旋風発動、これやりたいことやな、罪悪召喚で黒い旋風の効果発動、これで俺はシムーンを持ってくるぜ。そしてスキル発動、あーばよー柳沢慎吾かな、そしてシムーンの効果発動、手札のブラックフェザーモンスターをゲームから除外し、敵より黒い旋風を発動し、さらにこのモンスターを召喚できる。これによって黒い旋風の効果、そして黒い旋風の効果、これがまあ強いですね。この動きがね、安定するのがマジで強いです。で、ですね、これおろしでいいかな。で、もう召喚は召喚器使ってるんで特殊召喚していくんです。あとは特殊召喚していくんですけど、余裕じゃないですか、こんだけ特殊召喚できるんでブラックフェザーって。でこうでしょ。で、まず1回出すか、テスカあるかもしれないしな、ライキリパイセンいきましょう。レベル1おろしを、レベル6シムーンにチューニング、この翼ひるがえし、雷鳴とともに走れ、ライカワの斬撃、新規の召喚、降り注げアサルトブラックフェザー、周囲の雷切り、おろしは別にいいや。そしてブラスト、いやクリスや、クリス特殊召喚、そして雷切り効果、アサルトサンダー、お、テスカか、やるじゃん、やる、やりますねまだあるんですけどねやりすぎだよ兄様俺はレベル3疾風のゲイルをザヤのクリスにチューニング、漆黒の翼がどうのこうの、シンクロ召喚、シウの雷切り、そしてブラスト特殊召喚、リズムに乗ってきたぜ、リズムに乗るぜバトル対戦ありがとうございました。強すぎないマジで、今日こいつおかしいわ。さあお相手の方ハゲですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュアルハゲですね。お、え、ハゲでクリストロンって珍しいですね。なんだこのスキル、迷宮か、迷宮作成かな迷宮作成、ま、迷宮クリストロンみたいな、なんか新たな境地を変えてきたのこいつはなんかスキルはね、何が相性がいいか結構難しいですから、デュエルリンクスってだろう。あ、それ強えな、クソ強いぞ。まあ、とりあえず旋風置きますか、まずは旋風置きましょう。まあ、どこでちょっとあいつの効果使うか分かんないけど、6シンクロされるんでしょどっかで。まあ、シンクロは早めに立ったですね。シンクロ立てられればこの手札から、この角度と手札から打てるんでね、シンクロモンスターがいるとおかしいんですよ、このカードおかしいんですよ。で、モンスター召喚、毒風のシムーン、そしてシムーン召喚成功時、黒い旋風の効果、さらに黒い旋風の効果、旋風の効果2回使って2枚サーチしていくぜ。いやこの旋風2枚がほんまにほんまに強い、ほんまにほんまこいつって感じで、疾風のゲイルでいいか、オッケー。そして分かり手、これね、陣入ってる人マジで分かり手やから、これね、ブラックフェザー分かり手で、黒い旋風効果は1回でいいんだけど2枚も使えないから1回でいいんですが、おろし持ってきて、で今から分かれて展開するから、トップのおろしを特殊召喚、そしてレベル1、なんかこいつ何風の陣だっけ、なんちゃらの陣をどうたらこうたらのシムーンにチューニング、漆黒の戦士よ、今こそ疾風怒涛の戦果を上げよ、新規の召喚、将来せよブラックザティーマー、漆黒のホーク城、そして漆黒のホーク城の効果、墓地のレベル5以上のブラックザーモンスター一体を特殊召喚できる、そして俺は突風のおろしを毒風のシムーンにチューニング、漆黒の翼翻し
雷鳴と共に走れ。雷光の斬撃、シンクロ召喚、降り注げアッサルトブラックザー、シューの雷霧。そしてこれは別にええわ。さあお前の命はもうおしまいやぞ、デュアルハゲよ。さあそろそろ効果使わなくていいんでしょうかね。リオンさん効果発動ですか。拒否拒否拒否。ビリ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 バゴーン、舞い上がれブラックフェザードラゴン、バトル強い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 強すぎか。あもう頭おかしいこいつら。やっぱりさあお相手の方、兄様やりすぎだよ兄様これマジでマジでやりすぎだよ、本当にやりすぎだよ兄様。新しいパックやりすぎだよ兄様。モンスター召喚、毒風のシムーンを攻撃表示召喚し、毒風のシムーンが召喚されたことによって黒い旋風の方が2回発動。これどうしようかな。まあ人ムーブでいっか。人ムーブ、人ムーブしかできないしな。人ムーブしていく、人ムーブをしていく。結局ですね、このシムーンムーブしてもそのあれなんですよね、狩り場じゃないから人ムーブしかできないんですよね、こっちのアバヨは。あっちの狩り場だと結局1800になるんで、シムーンの打点が、あのブラストとかサーチできたりするんですけど、だから展開力は狩り場の方がある。展開力っていうか、まあサーチ能力も、狩り場の方があるけど、まあ一応陣いるときは、まあ、この展開はできるんでね。なんか、黒木戦士がどうのこうのなんかいい感じに羽ばたいてシンクロ召喚現れよ、漆黒のホーク城。そして漆黒のホーク城の効果発動、墓地のレベル5以上のブラックフェザーモンスターを特殊召喚。そしてレベル1突風の卸をレベル6毒風のシムーンにチューニング、漆黒の翼は翻し、雷鳴と共に走れ。雷光の斬撃、新境召喚、振り続けアサルトブラックフェザー、シューの雷霧。かっけー、クソかっけー。いやブラックフェザーかっこいいわ。このね、結局ですね、使っててかっこいいかどうかっていう問題もあるわけですよね。あ、オッケー、ネオスね。はいはい、オッケーオッケーオッケー、どうぞどうぞ。2体やられなかったら安いから、全然ホーク城であの展開し直せるんでね。でホーク城その形しないから融合、オッケー、融合、シンプルに融合ね。はいはい、オッケー。何これ、ネオスじゃないの。言うてでもあれでしょ、顔するじゃん。あれですか、マスターさんですか強いですね、強いですね。まあいいや、おいったら殴ってこいよ、いいよ来いよ来いよ来いよ、オッケー。で攻撃をホーク城の効果によってちょっと君こっち攻撃してくれる、ありがとう、はい、あざす。あっあっ